また雑魚復活しちゃってるんだよな。落とさないか。ちょっと力押しになってる。とりあえずちょっと前にぶち殺された転がってくる岩のところか。雑魚に追われることを考えると先に始末しておいた方がいいか。お仕事ご苦労様です。お仕事ご苦労様です。休暇をプレゼント。やばい、まとめていけ、まとめていけ。これで安心していけるっけな。結晶トカゲ、一遍チャレンジしとこう。今度は逃がさんぞ。ダッシュ攻撃。気づいてないか。早い。よし。何？大賭けと。属性武器作る系のなんかアイテムだったな。そろそろ塊がポンポン欲しいけど、塊欲しかったならクズ底のさっきの雲倒してある程度は稼げそうな感じ。今回はリポップ制限あるらしいから運が上がるアイテム使いながらとかのが良かったりするかもしれない。いや、見えてるな、こうやって見ると。気づくべきだって。血まみれじゃん、ここ。バックステップが有効だ。まあ、突っ込んで、即戻れや。しかも自分引かれてるっていう、なんというみっともない。ちょっと多い。来て。狙いのやつにいかん。なんか帰り出してる。出る行く。前ちょっと安定だな。ここ岩転がってこないんだ。登る方がいいか。先登った瞬間に死ぬ。大丈夫か。結構ずれてる。おい。勇敢な勇者の層。最終的には下に降りてくるようになってるな。で、お前はどこ見てるんだ。
これ辛いな、もう半分まで減ってるんだよな。大丈夫？お、大掛け。2本目の装備やっぱいるな。どこ？2匹来てもおかしくないな。1匹でよかった。ちょっと節約していくか。こいつかけら落とす。スタミナの減りが少ないから力押しで全然いけるっていう。行くぜ。メッセージはあるけど血がない。あ、血もある。虫なんかと戦ってる。炎が有効だ。つわれてもな、入れないの。ここてか絶対こっから虫大量に出てきそうな感じするんだけど、やだな。勇気が必要だ。ここに火がつけれそうだな。使うか。火つけてると虫が近寄ってこない可能性もあるし。雲がいますね。何？どうだ、虫、虫虫来るか。意味ないか。とりあえずアイテムだけ持っといてと。おいおい、盾なしじゃ無理だな。あの奥にも火つける場所ある。罠あった割に大したアイテムじゃなかったっていう。ここ駆け抜けれそうなんだよな。いっぺん駆け抜けてみよう。ない。こいつらもどこまで来るか分かんねえし、もう奥まで駆け抜けよう。耐久減らしたくないんだよ。あ、もう出てるまんまかい。あ、左に弱い。届かないのがイラッとする。おう、糸動けない動けない。おお、スタミナスタミナスタミナ。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、なんか毒投げナイフになってる。どうやったら治んのこれ。あ、治った。2回目は来ないのか。ん？鍵？大丈夫か。霧がいきなりある。まあ行ってみるか。ボスか、新しい場所か。ボスだ。あ、
なんか弱いぞこいつら。終わった。ああ信者に負けた。信者の方が強い。殺しきれなかったか。よし。思いのほか狙い通りのやつに会ってくれないな。もう起き上がったやつが多い。やばい。両手分回し。よし。なんで手前のやつになって奥のやつ狙うんだろうな。一応飲んどくか。なんか回復してねこいつ。まあ OK だね。お、現場水。ご苦労さん。この水浴びてたらダメージが少ないとかだったのかもな。別に隠し壁があるわけでもなし。一回目でも勝てないことなかったっていう。なんか売ってる。飛び降りれそう。飛び降りれるんだ。でも飛び降りると戻ってこれなさそうだから先に行く。壺だけ？なんかある。はしごがあるぞ。これか。わかりにくい。ありがとうはしご。敵？ NPC。親並みのご用。わかりますわかります。クロムウェル、実に素晴らしきことでございます。おかわいそうなお方。しかし人は小さく弱いものです。免罪は特にしなきゃいけない人はいない。司祭装備、守備力は低いな。指輪は毒、出血、呪いで奇跡。Whenever you are ready. アイテム回収。買うものがないんだけど、買うと結構アイテムもらえることが多いんだよな。それ考えると買って何もらえるかを見たいところもあるんだけど。これはここで終わりか。かがり火もなしかな。タコ殴り敵、騙す気満々だ。あ、とりあえず話すか。回ってるからやっぱ何か買わないと戻ってきてくれない可能性もあるしな。毒、出血、呪い持ってるよな。なんか奇跡買っとくか。状態異常、雷の槍、放つフォース、生命脇、
その生命脇使いながらあれを取りに行くとか。マリュラには来ないのかな、この人。魔法全部買うが移動不良だったり結構するからな。このソウル使っちゃってもいいんだけど、まあ、まだ戻ってこれる場所があるし。階段、ほらやっぱかがり火もあった。エスト回復かな。一応順当ルートから行ってみようか。高名な騎士の子、攻撃が有効だ。はい、遠距離が有効だ。魔法に注意しろ。嫌な音がする。おう、あそこか。結晶トカゲじゃん。よっ、塊と化石。痛い。そんなに言うほど痛くはなかったが、落ちて死ぬんじゃねえっていう怖さがある。ここが降りれるか。塊と光る。さすが高速だ。なに、なに、呪いの人どうじゃねえな。しかもこれ落ちるどころか、なんだ、赤い結晶とか出た。ああ、逃げられてる。てか普通に死にそう。開く。雲がいる。三日月斧だ。これ神聖武器のはず。どんどこ中通っていく。穴、こいつ敵になりそうだな。あ、バラバラになった。お、塊。長いことあったけど、あるけどさ、なんか変なのいる。今回呪いが怖くないんだよな。もう初めから一文字で半分だもんな。大崖。あの中どうやって入るんだろう。ここか。入らなくても攻撃できる。おお、固まってる。
もう耐久値だいぶ減ってる。カサ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 をする音が気になる。開かない？開かない。そろそろ帰ること考えないといけない時期だ。お、対角形。シュ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 落としてる。こいつか。横から行くか。探索 OK なのかな、これで。まあどうせあの赤い結晶トカゲ倒さないといけないから、もう一遍上から飛んでこないといけないし。黒い人いる。農家の方ですか。結構強いっすね、農家の方。まだエスト6あるし、なんか詰まってるね今日。農家の方、チェインうまいっす。両手持ちにしたら、両手持ちなんかにしちゃったら攻撃してくると言わんばかりの。落ちていいんすかね。頭上に注意しろ。いるな。猫を重量アップにしないと。王の指輪、王の指輪。どこだ。あー、もっと上か。弓すら装備できないという貧弱な重量。もうちょっと体力欲しくなってくるな。楽勝だ。なんかすごいトストストスって音が。上、それは大丈夫。あ、そういうことか。これ罠なんだ。すすき林かなんかかと思ってたら石の罠だったんだ。アイテム。秀夫のソウル来た。秀夫のソウル。これダメだな、多分持たねえな。そろそろ壊れるな。この論争で行くか。ちょっとアイテム邪魔だから、いらないの片付けとかないと辛い。間違えた方を開けると鍵かかってる。
敵出てきそう。ゼルダにありそうな仕掛けだな。こっち正解か。敵があるぞ。アイテムがあるぞ。アイテムだ。機関3個で、こっち敵、まあ開けっけど。お、いたいた。アイテムを取らせてくれ。ジェルドラのマンション。まあこっち進みは良さそうな感じはする。猫外してるから飛び降りないように気をつけないと。無鉄砲に注意せよ。高さ大丈夫か、これぐらいな。落ちると死にそうな高さでもあるし、死ななそうな高さでもある。多分ハルバ外してるから重量余裕になってるはず。猫に戻そうね。オッケーオッケー。この蜘蛛の巣の上みたいなとこ多分乗れるんだろうな。蜘蛛もいますね。アイテムがあるぞ。しかし待ち伏せ。ナイス、ありがとう。松明。まこれのことかな。ファロス、結構あるな。ファロス、そして死んだ後が、あー、あれボスかな。ってことはこの辺にかがり火もありそうだ。じゃないと武器が持たないんだよ今回。そこ怪しいな。奥から光漏れてるし。光漏れてるんじゃなくて、下の霧の光、霧が上に上がってきてたのかな。おっといた。飲んどこ。この雲のすべたべた。おー、降りた。降りちゃった。霊体万歳。まだいくつか雲いそうだ。ほら、いた。結構いるな。あ、いる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 。絶対入れば1本じゃ持たなかった。ボスかな普通に考えると。
遠距離攻撃を打ってくるボスがいるから近距離まで近寄って倒せ的な感じだな。かがり火ないかな。結構ソウルも溜まってきてるし、かがり火ないならいっぺん戻っときたいところ。まあ俺が見つけれてないだけの可能性もあるんだけどな。よし、ちょっと戻り道。アイテム、ここに何かメッセージが。アイテムもある。あそこに降りれたっただけかな、もしかして。ぽいな。ちょっと戻ってみてごらん。うん、これ以上戻れなさそうだな。うん、ダメか。ボスに行く前に帰還だな。武器も大変だし。